はい、太平気ハイライラト第120回をお送りしたいいと思います、えー、今回から7回は牧野第3536のところをお伝えしていこうと思いますが、えー、前回のところを復習しますと、えー、吉野を去ることになった城北面の武士が、えー、後醍醐天皇の御廟の前で夢を見た、まあ、そこには魔界からやってきたと思われるような、えー、恐ろしい競争をした後醍醐天皇と、えー、その呼びかけに応じた日の えー、すとも、としもとが現れて、幕府型の人々が、えー、没落していく様子を予言していたと。まあ、それぞれその、担当がいて、その者たちがもうすでに彼らを落とし入れる計画を立てていると。まあ、その、 手始めとして、えー、大した先行も上げていないのに、幕府方は、えー、兵を引き上げていったといったことがありました。さて、その続きからになります。吉野方の敵を退治して、将軍吉明が帰郷したので、都の人々はお喜びした。戦勝騎党にこうなった所子、書者に報酬を与えようとしたが、結国も諸領もないので、任間のみを行う。 えー、そうした頃に新たな争いの、えー、火種が起きます。それはまさにさっきの城北弁の武士が見た夢が、まあ、こんなところで起きているのかといった内容になります。この頃、畠山同棲の館に細川清氏、時頼康、佐々木同蓉らが集まって主演や茶の 会を催していた同性は人々に二木義長討伐を誘いかけ同意を取り付けたそして合戦の協議に入った。で禅宗の中によると、えー、同性がこの太平記では、えー、主導したみたいな形になっているけれどもあの結果的にこう大軍を率いてあの京都入りしてるってところが大きいだけで、えー 新喜がらとそその個人的な何かがあったというわけではないのではないかといったことがあり個人的なあの恨みというかがあったのはト、ま、時や、えー、細川清氏であったと何かこう狩猟に関する、えー、揉め事があったようです。 で佐々木同様はっていうとそこまで悪くなくてただ日記よりな長あのさっきの動画でもお伝えしましたがなんかちょっと性格的にちょっと難があったということでなんかこう気に入らない振る舞いがあったというのは本当ではないかというのは述べられています、まあ、実のところ一番日記を追い落としたかったのは 川清子だったといったことも一応禅宗の中に従って付け加えておきますさて続きですが和田楠木が金剛,線金剛山を出て金田城を攻撃しようとしていると伝えられたこの話を聞くや、同勢をはじめとする大名人30人以上は我先にと天皇寺へ出陣した吉永追悼の軍勢を集める理由ともなったからだ だから結果的には、えっと、和田の木は相当慌てたんだけれども、えー、兵だけなんとなくその集まってて自分たちとはそんなやり合わなかったからおかしいなというのはあったようです。諸、え、大、ー、名の行動を知った吉永は激怒し兵を集めると一門3600、戸様4000の軍勢が、えー、着当状に記された。 次に将軍義昭を監禁し、自身は出自職について実権を握った。天皇寺発行の初代名への追罰の臨死と御行書も得たというんですね。えー、これに関しては、二、えー、期は、えー、まず、 秘密が漏れるんですね。あの、太平記によれば、天知る、地知る、何知るということで、あの、こんなに大,大きく動いて、何人もが2機やっつけるぞって言ってて、漏れないわけがないと。で、吉永大佐怒ったと。まあ、で、自分が撃たれなきゃ、 いいけない過ちとは何だっていうんですね、まあ、あの彼らが、まあ、主演とか茶の会で言ってるのはあいつはその味方があ敵が勝ってる時は面白がって味方が負けてる時もあの面白がって何なんだみたいなこと言ってるけど、まあ、さっき言った通り支援があったっていうのがまあ事実のようです。でその義明に訴えるのが。 まあ自分を撃つということで、同性や清治たちが天皇寺から日本公に分かれて上洛すると。まあ、これは天下を覆そうとしていると。えーまあで 義昭はびっくりしてそれは言ってる人の誤りであろうってでもしそんな大軍勢があの動いてるということであればもっぱら義昭は滅ぼそうとする策略であるんだろうから、まあ、自分と吉永貴殿とが一緒になって戦えば、えー、誰が下克上するものに加担するものがあろうかといって、えー、もう日記吉永を頼りにして喜んで頼りにして、えー、い,いたということなんですね。 でま、ずこれがまたその、えー、反対派の者たちには義明の、ま、こう監禁みたいな感じにも捉えられ、えー、ますますその戦いが、えー、もう起こるぞというところまで。 行くわけです、まあ。しかしながら、この太平記の語り手は、吉永が、臨、えー、死未業書も得て、将軍の執事職に就いたことに関しては、えー、ただ、午後一三の九死、油乾いて、まさに月なんとするとき、光の真っさ後に異ならずと、まああのー、夜明け前の,あの日が、 油が乾いてつき落とした時光が一瞬輝きを増すのと同じだったみたいに述べてもいます。さて、この後どうなるかはまた次回お話ししたいと思います。それでは。